最初の曲は福木雄二先生作曲の小松製作所の坂です。小松というあの会社知ってる人手を挙げてください。あ、嬉しい。あのね、小松というのはね、実はブルドーザー作ってる会社なんですよ。で、震災の時にこのブルドーザーブワーって来たと思いますけれども、私らあの最初に訪問行った時に、あ、小松って言ったらブルドーザーの会社か言われて、あ、そうなんです、その会社があの小松市から生まれたんです。で、その小松市 の会社の歌ですね、それを小関裕二先生が作曲したんですよ。めったに弾けないんですよ。で、今から聴くのはあの小松製作所の会社の歌を小松の合唱団が小関裕二記念館のこの場所で歌う。これ世界的に歴史的な瞬間だと思います。もう二度と聴けないと思いますが、ぜひ聴いてください。嬉しい。これあの二度とは聞けないと思いますよ。でも YouTube にアップするかもしれません。